韓国で人気がある日本のイケメン俳優トップ15。さて、今回はいつもの逆バージョン。韓国で人気がある日本のイケメン俳優をご紹介します。なお、いろいろなランキングサイトを参照し、総合的に順位を決めていますので、ご了承くださいね。エンタメポンポコリン、始まるよ。では、早速15位から見ていきましょう。15位、福士蒼汰。1993年5月30日生まれ。韓国では俳優イミホニのイケメン、身長183センチの高身長として熱い注目を浴びています。福士蒼汰の韓国人気を裏付けたのは 2018MGA での出来事。プレゼンターとして登場した福士蒼汰に韓国ファンからは大歓声。さらに BTS と記念ショットを撮り、 K-POP ファンの間で話題になりました。14位、神木隆之介。1993年5月19日生まれ。子役時代から日本で活躍している俳優として、韓国では韓国のユスンホと紹介されました。ユスンホも子役からスタートした俳優です。韓国で神木隆之介の名前が広がったのはアニメの影響が大きいです。スズメの戸締まりが観客動員460万人を突破。君の名はも韓国で大ヒットして話題に。子役時代に出演した千と千尋の神隠しも韓国で大ヒットしました。13位、中川大志。1998年6月14日生まれ。人気のきっかけはアニメ版ジョゼと虎と魚たちでした。2003年に公開された日本映画ジョゼと虎と魚たちは韓国で上映され、韓国語吹き替えとしてテレビでも放送されました。映画は評判を呼び、2020年に韓国でもリメイク作品が制作されました。同じ2020年に日本でアニメ化されたヨゼと虎と魚たちも韓国で注目されましたが、その主演を務めた中川大志は声の主演だったのにもかかわらず、その素顔が韓国女子に知られた結果大人気となりました。12位、横浜流星。1996年9月16日生まれ。圧倒的美しさから韓国では花より美しい男と呼ばれています。第15回ソウルドラマアワードではアジアスター賞を受賞。吉高由里子とダブル主演の映画君の瞳が問いかけているが第25回プサン国際映画祭に正式出展されることが決定するなど、韓国でも躍進。本作の主題歌には BTS の Your Eyes Tell が起用されました。11位、松坂桃李。1988年10月17日生まれ。映画新聞記者や流浪の月は韓国でも話題になりました。イケメンだけでなく演技面でも評価され、韓国のネットでは千の顔を持つ男と言われているほど。2020年に女優の戸田恵梨香さんと結婚したニュースは韓国でも大々的に報道されました。10位、吉沢亮。1994年2月1日、近年国宝級イケメン俳優として大人気の吉沢亮も韓国で大人気の俳優の一人。韓国映画パラサイト、半地下の家族のポン・ジュノ監督と俳優のソン・ガンホを交え座談会が行われ話題になりました。2020年は映画キングダムで第43回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。2021年には大河ドラマ青天を衝けで主演を務めました。韓国でも顔の天才の呼び声高いイケメン人気俳優として高い人気を誇っています。9位、山田涼介。1993年5月9日生まれ。平成ジャンプのメンバーとして高い人気を誇る一方で、俳優としても数々の話題作に出演。アーティストとしても韓国と縁が深く、過去に BTS のパフォーマンスディレクターであるソン・ソンリュクと組んだことも。韓国語をテレビで披露したこともあります。アーティストとしてはもちろん、俳優としても韓国で高い人気を誇っています。8位、山下智久。1985年4月9日生まれ。彼の人気が凄まじすぎて韓国で問題になったほどです。
ニュース在籍時代に完全プライベートで韓国旅行をした際、彼を目撃した韓国ファンが空港へ集まり、大変な騒動となりました。騒動は地元メディアにも取り上げられたほど。騒動が起きたのは15年前の話ですが、山下智久の韓国人気は2023年も継続中。熱すぎます。7位、佐藤健。1989年3月21日生まれ。映画流浪に剣心では切れ味鋭いアクションを披露し、日本だけでなく韓国でも話題になりました。さらにドラマ恋は続くよどこまでもでは毒舌超ド S なドクターを披露。女性が好むシーンを全て盛り込んだドラマと女子たちの心をつかみました。6位、平野翔。1997年1月29日生まれ。日本ではビビの名物企画国宝級イケメンで2019年上半期1位下半期1位と連覇を成し遂げ、見事殿堂入りを果たしました。韓国でもキング&プリンスは日本と同じくキンプリの愛称で親しまれており、メンバー全員がイケメンとして話題を集めています。平野翔は韓国で大ヒットした映画ミッドナイトランナーをリメイクしたテレビドラマ未満警察ミッドナイトランナーに出演、韓国で注目の的となりました。2023年5月にジャニーズ事務所を退所し、7月から 2B に所属。これからの動きがとても気になる俳優の一人です。5位、赤楚衛二。1994年3月1日生まれ。パクソジュン主演の人気ラブコメ彼女は綺麗だったの日本リメイクに出演し、注目を浴びている人気俳優です。ブレイクのきっかけとなったのは、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい第1話が YouTube で公開され、 Twitter のワールドワイドトレンドに上がるほど高い人気を集めました。4位、山崎賢人。1994年9月7日生まれ。日本の人気イケメン俳優ランキングを扱っている韓国サイトでは毎回上位にランクインする人気俳優。人気コミックの実写化映画の出演で韓国でも話題に。ネットフリックス配信今はの国のアリスの出演で彼の人気は絶対的なものになりました。可愛いからかっこいいまでいろんな魅力を持った俳優と韓国で絶賛されています。3位、菅田将暉。1993年2月21日生まれ。韓国では個性的な雰囲気で見れば見るほど魅力的な俳優と大絶賛。ネットフリックスで配信の悪霊狩猟団カウンターズで主演を務めるチョ・ビョンギュが菅田将暉に似ていると騒然となったことも。2017年の第22回プサン国際映画祭で主演映画ああ荒野が正式出品。菅田将暉は映画祭に出席し、韓国では騒然となりました。2位、坂口健太郎。1991年7月11日生まれ。数いる日本イケメン俳優の中でも韓国では圧倒的人気。韓国のイケメン俳優ソガンジュンに似ていると言われていることでも有名。韓国版のLにも登場するなど知名度も抜群です。また大ヒット韓国ドラマシグナルの日本リメイクで主演を務めたことも話題に。 BTS が日本版シグナルの主題歌を歌ったことから BTS のファンや K-POP ファンの中にも知られています。2023年7月、韓国の新ドラマ愛の後に来るものでイセヨンと共演することが報じられ、ついに韓国進出が決定。韓国に進出したら売れること間違いなしと言われただけに、これからも目が離せないイケメン俳優です。そして栄えある1位は山田裕貴。1990年9月18日生まれ。2023年4月期のドラマペンディングトレイン8時23分明日君とで主演を務めるニュースは韓国で大々的に取り上げられたほど。また K-POP ファンを公言していることから身近な存在として捉えられているようです。韓国では見ることができないはずの日本のバラエティ番組も彼が出演すればネットニュースで話題に。韓国女子はもちろん男子からの人気が高いのも大きいかもしれません。さて皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみに皆さんの推しは誰でしょうか。日本の俳優さんランキングしていましたか。
ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。